ハワイ州マウイン郡気兵気兵ビーチで、マウイ島西部の山々を望むハワイ諸島、ザトウクジラ国立海洋保護地域の教育センター気兵は、アメリカ合衆国ハワイ州のマウイ島の中央、南海岸寄りにある町である。町では観光業だけでなく、ハイテク産業も盛んである。気兵は、ハワイ州マウイ島の中央、南海岸に面した町である。経緯は旅は、 北緯20度45分33秒、整形156度27分26秒、北緯20.75917度、百形156.45722度、20.75917-156.45722。島の東側にある、晴れあから山の西側で、卓越風の風下になる。気候は乾燥していて、年間降水量は250ミリメートルに満たない。 国勢調査指定地域、騎兵の面積は30.2平方キロメートルで、6.2平方キロメートルは池などの水面である。2000年国勢調査によると、騎兵調査地域は人口16,749で、初体数6,170、家族数は3,813であった。人種構成は多い順に白人ーセント。 アジア人24.72%、太平洋諸島人7.85%などであった。紀平は、カフルイ空港、カフルイからは南へ、修道311号から修道31号で、ワイイルクからも南へ、修道330号から修道31号で、約40分で到達できる。マウイ島の中央部は、カフルイ空港にも近く、北側の海岸から、 中央部、南側の海岸まで、ホテルやコンドミアムが多く、観光業が盛んなところである。南海岸にある騎平は綺麗な海岸があり、イルカウォッチングや冬のホエールウォッチングも盛んである。島の西のラハイ内は、修道30号線の南回りで、東の晴れ明から山へは、修道377号線、378号線の北回りで行くことができる。 機平には、ハワイ州政府及び、マウイ軍政府が指定した、ハイテクパークがあり、ハワイ諸島ザトウクジラ国立海洋保護地域の、教育センター、デキャルブジェネティックス社及びモンサント社の育種センターがある。マウイ研究技術パークがあり、そこに、エーモスの高速計算センター、太平洋災害センターもある。ありがとうございます。